僕の一番好きな果物はリンゴとメロンといちごチョコ。アンジェラチャンネル動画でどうだ。チャンネル登録よろしくね。それ最後に言うやつ。どうもカツです。はい、アニソン界の無限の可能性、アンジェラのボーカルアツコです。今回もですね、はい、花丸うどんのように、はい、コシのある、はい、番組一緒に作っていきたいんですけども、はい、前回ですね、反省しております。え、反省？はい、これ一番控えようね。ちょっとふざけすぎました。え、そう、はい、すごいちゃんとやった気がするんだけど。今回ですね、はい、その前の前のソルフィジオなんですけども、はい、これもっと神秘的な音なんです。神秘的な。はい、今回ですね、その真面目にですね、ソルフィジオ周波数で、はい、グラドニ図形発生装置、はい、福助初号機、はい、でこちらで今回真面目な検証動画、はい、行っていきたいと思います。すごいですね、こちらの機械。はい、はい、そうなんです。これ、ね、お高かったんでしょ。いや、これあの中西さんに、中西プロデューサーに買ってもらった、ロスで買ってもらった。そんな話はいいや、ここは練習用のギターアンプで、はい、ちょっと小さいね、はい、これにですね、実は前回いろいろ楽器で頑張ったり、はい、声で頑張ったりしましたけども、うん、今回ですね、こういう、トーンジェネレーターとかですね、シグナルジェネレーターと言われるアプリがあるんですよ、うん、これで実は、うん、もう頑張んなくても。じゃあ最初からそれでいいじゃん。そうなんです、本当はね。前回の1本必要だった？ええやん、それ、うん、面白かったやろ。明太子とかなった時、ね、自分で明太子って言った自分好きやったやろ、うん、あ、なんかね、やろやろ、はい、というわけで、はい、今回ですね、こちらでですね、音を出すんですけども、はい、こうちょっと大きいですよ、はい、うん、この上にこの福助初号機を置けば、うんうんうん、これが共鳴して模様になるかなっていう、うん、ね、一応ね、塩なんで、塩なんで、はい、こちらの上に、はい、レレ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 レ、こちらにずらっとドレミアソラシドありますんで、はい、どれがいいですか。まあ、大体ミュージシャン440好きですよね。440Hz、はい、この 440Hz をですね、はい、ラの音ですね。いいですか、出します。これが 440Hz ラの音です。ああ、ちょっと思いは、花丸、花丸化現象、花丸来ましたね、来ましたね、はい、これが1秒間に、前回の説明しますけど、うん、1秒間に440回の波を受けるんです、はい、はいはいはい、これじゃあラの音は花丸化するってことね、はい、いやいや、え、このボールとか、これね、うん、言い出すと長いんですけど、このボールの大きさとか素材とか、うんうん、あとこれあの黒いゴミ袋ですね、貼ってるんですけども、この素材とかもいろんなもので、うん、反響しますし、この張り方の強さによってピッチ変わりますから、はい、いろんなもので、うん、今回はです、今回は花丸、はい、ラの音、ラの音は花丸、ラの音は花丸じゃないんですよ、はい、だから、はい、ラの音が花丸っていうと、これもちょっとおかしくなってしまうので、うん、今回は花丸、はい、じゃあリセットしますか、はい、リセットください、はい、これリセット機と言いまして、はい、今のこのね、花丸をちょっとリセットします、はい、ちょっとドレミアソラシドのドとかいきましょうか。ド、はい、ドは 261Hz ですね、はい、ドはド、ドーナツのドです。これドドあんまり出ないね。これがクラドニ図形の完璧じゃないところなんですよ、うん、あ、そうなんですか、はい、はい、で次ドレミ、みんなのミいきましょうか、うん、300、三重県のミ、ちょっと待ってね、今、はい、細かいボケ拾うほど余裕じゃないからね。そうなんだ、はい、330Hz、ミの音です、はい、あーちょっと待って、はい、図形なくなりました。
これが多分共鳴なんですよ、うん、この張り具合と、張り具合と、このいろんな条件、ギターアンプと、そう、ギターアンプから出る、ギターアンプから出るミの音には変わんないですけど、うん、この素材とか、素材、この音がミなんですよ、きっと。あ、ミね。このちょっと一回いいですか。うん、あ、引っ込んだ。この音がちょっとミにね、はい、共鳴してると、同じ音同士のものって共鳴するじゃないですか。うん、それでミの音だとそうなったって。おお、びっくりした。あ、ちょっとこれへこんでしまった。うん、じゃあ最新機器をもっとね、すごいやつが実は本日は用意しておりまして、はい、先生、さらにハイテクを駆使した、驚かないでください。もうちょっと画面見切れてましたけど、こちらです。福助2号機です。2号機ちょっと小ぶりです。はい、はい、なんとボールにビニール袋を貼ってビニールテープでピーンと伸ばした最新機器です。はい、こちらじゃあさっきのミの音、はい、330やったら共鳴しないんじゃないですか。なんで大きさが違うから。そう、こっちのピッチが違う。こっちの方がやっぱ高いですよね。ちっちゃいから。口径がちっちゃいから。で、私もちっちゃいからさ、出る声が高いのかな。そう、ピッチがね、高い。そういうもん知らんけど。ミ、お願いします。じゃあ330、もう一回同じ音です、さっきと。はい、ほら、あ、共鳴具合が違うんですよ。これといって、はいはい、いい感じの図形が出ないですね。絵的に面白くない。リセット機でリセットしましたね。はい、もう一回じゃあちょっと塩をして、今回の無限の可能性ですか、はい、先生。528Hz。いっちゃいますか。いってみたいと思います。ちょっと見えますか。見えますか。はい。こちらを再生すると。いただきます。なんで花丸が出たのかよくわからないですけども、まあこのソルフェージュにはですね、はい、こういったね、振動を伝える物体、まあ、水でもそうなんですけども、うん、こういうまあ塩とかですね、そういう振動が模様になる不思議があると、うん、まあ、これがまあ水で言いますと、まあ、人間の体で、うん、ほとんど水じゃないですか。そうですね。ですからね、そういう、人間の体にこのソルフェージュが影響されてもおかしくないと、うん、いうのが今回こう可視化できたと。はい、実際にですね、こちらが体にどういう影響を与えるかとかっていうのはですね、はい、まだ未知数な部分っていうのがすごいいっぱいあるんですよ。うん、でもこれがですよ、綺麗な波紋を浮かべて、花丸をね、はい、花丸が、うん、体の中に花丸が、花丸しか残んなくなるぞ、はい、これ、はい、で、綺麗な波紋が体に浸透し、この波紋ができた時に、何か作用があるんであれば、うん、もうバラードとか、お、はいはい、なんかそういう、ね、曲にね、取り入れればいいじゃないかっていう話になるじゃないですか。うんうん、でもですね、これですね、ソルフェジオっていうのは、うん、今回なかったですけど、ソルフェジオっていうのは所詮ピッチの悪い音なんですよ。そうですね、ミとファの間の音とか、うんうん、なので楽器人と合わせるにはちょっと厳しいよね。さすが音楽人。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、ハーモニーを生み出すことができない音たちなんですよ。うん、ですが、はあ、今回ですね、はい、このソルフェジオ、うん、アンジェラがちょっと特殊な方法で使って、はい、アツコさんがソルフェジオで歌ってえ、ミとファの間の音程で歌うの。いやいや、そこじゃないです。あ、違うんだよ。528Hz なんで、うん、ドの音なんですよ。あ、ドね。522がドなんですけども、うん、ドのちょっと高い。そうだね、6Hz で。で、歌って、はい、そしたら私たちの、うん、その音階で作ってた曲が、はい、無限の可能性を秘めた。正解。楽曲に。さすがです。よくわかんないけど、はい、なってなるんじゃないのかと、はい、実際ですね、このソルフェジオを使った音楽っていうのは世の中いっぱいあるんですよ。例えばですね、ヒーリングミュージックとか、はい、あとまあちょっと癒し系の音楽、アルファ波っていうとまたちょっと別の話になっちゃうんですけども、うん、そういうふうにこのソルフェジオを使った音楽っていうのは実はいっぱいありまして、うんうん、かの有名なところで言うと、うん、ビュードルズ、ああ、イギリスのウードル、はい、日本で武道館でライブを大昔やったとかの曲の中でもTomorrow Never Knows っていう曲が、そのソルフェジオを使ってたりとか、うん、あと癒しの音楽で有名、エンヤ、はいはいはい、クリスマスによく聞く、はい、あの方なんかもそのクリスマスよく聞くっけ、聞かない、ワムじゃない、
あ、違う。それラストクリスマス、ニャ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 。いや、それ単独の曲名で、もうラストクリスマスって言っちゃってますけど。はい、それじゃなくて、エンヤ。エンヤ、はい。そうですね。タイムとか。はいはい。古いけどですね。ソルビジを使ってるって言ってるんですけども。はい、うん、今回それを、はい、我々も使って、うん、楽曲制作をしちゃう、はい、はい。まずはですね、このソルフェジオを含んだ音楽を作ってみたいと思います。癒し系だもんね、我々。そうそうそう。もともと。癒し系だし、はい、もう無限の可能性しかないですからね。秘めているユニットですから、はい、はい。なんかまあそういうね、ちょっと実験的なことをした楽曲制作なんかも、やっていきたいと、はい、今急に思いました。急に決まりました、はい、この動画ではアンジェラが音にまつわる面白い話や都市伝説、実験・検証動画なども引き続きアップしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。